新委員長竹田君自由民主党の竹田新です緊急事態解除宣言は忍耐強くそして互いに支えながら力を合わせて乗り越えてきた国民の努力の賜物だと思います改めてご協力に感謝を申し上げます解除宣言を受けて引き続き感染防止を行いながら 社会経済活動の再起動を進めていくことが重要だと考えますが、国民の間には依然、戸惑いや不安が大きいと思います。解除後にどのような行動を国民の皆様にお願いされますか、併せて今後の新型コロナ感染症対策について、政府の方針を伺います西村国務大臣。 私からもですね今回、この大きな流行をここまで収束させることができた、これはもう国民の皆様のご協力、ご努力のおかげだというふうに改めて感謝申し上げたいと思いますし、この間、医療の現場で感染リスクを抱えながら、全力で頑張ってこられた医療関係者、従事者の皆さん、そしてまた私たちの生活を支えていただいた製造業、物流業、あるいはスーパーの従業員の皆さん、 いわゆるエッセンシャルワーカー、こうした皆さんの本当の、本当にご尽力に心から敬意を表したいというふうに思います。その上で、引き続き、このウイルスはゼロにはなりませんので、感染予防の対策をしっかり講じながら、そして一方で生活や経済を守る、これも大事なことであります、経済活動の段階的引き上げ、この両立を図っていくこと。 これが私の役割だというふうに思っております。バランスを取り、両立していくこと、これをしっかりと実現をしていきたいというふうに思います。その上で、感染予防の取り組みが不十分になりますと、また大流行になりかねませんので、引き続き3密防止とか、人と人との距離を置くこととか、あるいは事業者の皆様におかれても、それぞれ業種別にガイドラインを作っていただいております。その中で アク,リルアクリル板を活用するとかです、ね、席と席の間を離すとか、さまざまな工夫をしていただきながら、感染防止策を取っていただいて、同時に営業再開、あるいはそうした活動を拡大していくということで、お願いをしたいと思います。元に戻すということではなくて、例えばテレワークをやれる方はテレワークで済ます、あるいはテレビ会議で済ます、さまざまな手続きのデジタル化、あるいはキャッシュレス化、 こういったことで、感染リスクを下げながら、元に戻すのではなく、さらに進化をさせながら、質の高い成長と、それと合わせて、そうしたことに誰一人取り残されることなく、社会福祉協議会や、あるいは郵便局や農協、漁協、 そして商工会、こういった皆様の各地に、日本にはこうした組織や機関がありますので、こうした皆さんのお力もいただきながら、誰一人取り残すことなく、そうした包摂的な社会をしっかりとつくっていきたいというふうに考えているところであります高山君。私からも医療従事者の皆様のご尽力に感謝申し上げたいと思います。政府としても、重症者の受け入れへの診療報酬、3倍増との報道もありました。 包括緊急包括支援交付金等により支援していると承知しております。その中でも、歯医者さん、歯科医の皆様方が、感染リスクや外出自粛で外来患者が減る中、ご尽力をいただいております。歯磨きは感染症予防に一定の役割を果た,すと果たしており、歯科医師や歯科関係者を含む医療従事者の皆様のご貢献,ごごご貢献に、ぜひ大臣からも温かい言葉をいただきたいと思います。西村国務大臣 まさにご指摘のとおりです、ね、感染リスクがある中で、歯科の治療に従事しておられる方々、また、PCR 検査の検体採取なども推進をしていくという中で、歯科の関係の皆様には改めて敬意を表したいと、感謝を申し上げたいというふうに思います。ご指摘のよようにに申し上げた3密回避と同時にです、ね、何より 睡眠をとってきちんと食事して規則正しい生活というのが大事でありまして、こうした健康的な生活が、いわゆる新しい生活様式の基礎になるものというふうに思います。その新しい生活様式の前提として、手洗い、うがい、マスクとともにですね、歯磨きも非常に重要であるということであります。引き続き続歯科医療のの関係者の皆様にには専門的な立場から航空管理等にです、ね 尽力いいいいたただきたいとという,うに考えているところでありますそして、厳しい歯科医療の経営状況も伺っております、いわゆる200万円の持続化給付金の対象となっているほかです、ね、雇用調整助成金とか、無利子・無担保の融資の活用もございます、さらに、二次補正予算で中小企業に対する持続化補助金のような枠組みも含めてですね、 さらなる支援策を検討しているところでございます引き続き適切に歯科医療が提供されるよう支援を行ってまいりたいというふうに考えているところであります高山君終わりますありがとうございました次に手塚